はい、こんにちは、ポップです。7月25日土曜日。今回は週末スペシャルということで、米ドル円の中長期的な目線からの解説をしていきます。いつものデイトレの解説に加えまして、スイングトレードにも使えるような解説としていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。それではね、まずは米ドルの解説の前にですね、金曜日の終値、ニューヨークマーケットの全体の相場感からね、振り返っていきましょう。こちらのサイトをご覧ください。 こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは金曜日のニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比マイナス182ドル。 終わり値で2万6469ドルということで0.68%の、えー、続落という形で1週間の取引を終えました、えー、こちらの方はね木曜日から引き続き、えーま、リスクオフが続いているような状況でございますがま簡単に言えばですね米中関係の悪化が一番の、えー、株価の、ね、下落要因かなというところでございます、えー、具体的にはですね、えーま、中国がアメリカでスパイ活動をしているんじゃないかというような疑いがありまして、えー、テキサス州にあります 領事館の閉鎖命令をアメリカが行なかったこと、そしてその報復措置としまして、中国は逆に四川省にありますね、アメリカの領事館ですね、こちらを閉鎖したことということを、ね、受けまして、やっぱり米中関係がもっともっと悪化するんじゃないかということで、株式相場の方は下げてリスクオフというような状況でございます。そして日経平均の方はね、まあ、水曜日を最後に木金とお休みでございましたが、時間外取引の数値を、ね、見ていただきますと、水曜日の終値から見まして、 384円ね安い22,367円ということでねこちらも大きく下げてリスクオフというような状況でございますこのようなねちょっと株式が下げるそして全面円高という中でやっぱりね世界中が不安感で包まれる時にはこちらゴールドが上がるというところがございますと当時ね2011年につけましたまあ1910 10から20ドルぐらいですかね、史上最高値のゴールドが今もう最接近ということでね、とうとう1トロイオンス1900ドルを超えてきたというところでですね、まあ、世の中の不安感がこのゴールド価格に反映されているかなということで、まあ、今回はね、最高値、まあ、つけてくるんじゃないかなというところでございますので、まあ、そういったところも含めてですね、まあ、しっかりゴールド価格も見る必要があろうかなという状況でございます。 はい、えー、このようなね金曜日のクローズ状況の中で、えー、米ドルの方はね、えー、どのような動きをしていったでしょうか、えー、チャートの方戻っていきましょう。はい、えー、こちらがまずは、えー、ドル円の、えー、60分足、1時間足のチャートでございます。 白い縦軸の方が1日ごとの区切りという形になっておりまして、ちょうどね、月曜日がこちらからのスタートというところでございます。107円ぐらいからね、スタートしたところでありましたが、結局はね、107円を挟みながらの攻防が木曜日までは続いていたというところでございます。そして木曜日のね、夕方以降、大きくね、107円を割り込みますと、今までサポートとして機能しておりました106円75銭ですね。このあたりでね、あとまた4時間 見ていただきますがこちらのサポートをでいっ、ねまあ、一旦はサポート、反発が入ったんですが、これをね割り込んでしまったことによって、下方向に大きくトレンドが出てしまったという状況でございます。一時はですね106円を割り込むというような売り込みがありまして、ですねほぼほぼ今まで動かなかった米ドル円でやっと動きが出てきたか。 まあ、それがね、まあ、ネガティブな材料という形ではございますが、下方向にね、動き始めたからというところでございます。よってですね、今まで107円前後でうろうろしていたところからですね、一気に下がったために移動平均線、60分足ベースで大きな下落。そして移動平均線が右下下がりですので、その下側で平均足のチャートが位置するような形。そして反発してもね、移動平均線の下側でレジスタンス。こちらも反発しても移動平均線の下側でレジスタンスということでね、 えー、なかなか、えー、大きな反発がなくですね、106円を一旦は割り込むただ106円を割り込んだ後にはですね、まあ、少し買い戻しが入りまして、えー、一応ね、16 0円を少し超えた106円11銭ぐらいでね、えー、クローズしたというような状況でございますがちょっとね、えー、これがすぐに107円に戻るかと言いますと、えー、状況としては厳しいかなというところでございます、えー、まずは、ねえー、先ほどお話し,しましたこの60分足ベースの移動平均線を、ねえー、全然超えることができないむしろこの下側で、ね、もう回 レジススタンがが食らううかもししれないといとところがありますし今までの、ね、サポートラインでありました106円75銭こちらを明確に割り込んでしまいましたので今度、ね、このようなサポートラインを割り込んでしまった時にはレジスタンスラインとして、ね、機能するという形がございますのでちょっと、ね、107円の回復というのは、ね、時間がかかりそうだなというような状況でございますそれでは、ね、もう少し長い時間軸の4時間誌ご覧いただきましょう はい、こちらがね、見ていただければというところが、まずはね、区切りのところが1週間ごとの区切りというところになっております。こちらが107円を挟みながらのだいたいね、プラスマイナス25銭というところで、下はね、106円75銭。先ほどのサポートラインですね。そして、上はね、107円25銭から30銭。まあ、こういったね、50ピプスから55ピプス。こういったところをうろうろしているところが1、2週間ね、続いたというところでございますが、今回ね、4度目の 時期になりましたがとうとうこのサポートラインを割り込んでしまったということで一気に106円まで下がったというところでございますまあ、かなりね力が溜まっていたと言えますよね2週間ぐらいこのレ,ジスタンレンジ相場が続いていたという状況でございますのでまと、あ、なりますとですね、えー、まあ、すぐに V 字回復する可能性よりもやはりね、えー、戻り売りで攻めていただくという方が、えー、まあトレンドとしては下落トレンドに切り替わっておりますので、えー、まあ利益が取りやすいかなという状況でございますしっかりと4 4時間足ベースでも今、陰線が続いているような状況でございますが、今まで横ばいでありました移動平均線が、今回ね、右下下がりに明確に切り替わっているという状況でございます。 移動平均線がね、横ばいであれば、レンジ相場ということで、ボリンジャーバンド、ニシグマの上限と下限を行き来するというようなところが続きます。逆にね、右肩上がりの移動平均線であれば、上昇トレンドということで、移動平均線の上側で平均足が位置しまして、まあ、その上側でね、サポートが入りやすいというところがございます。ただ、今回、明確に割り込んだことによって、移動平均線は下右下下がり。そうなりますと、反発しても移動平均線の下側でですね、レジスタンスを 得やすすいいというととうころを考えますとしっかりと反発したところそして移動平均線よりか下側で要線から陰線に切り替わったところでショートを組んでいただくという形で、ね、利益を重ねることができると思いますのでしっかりと、ね、ここは戻り売りちょっと今突っ込んでね売っても反発する機会もあるかもしれませんのでそれは反発したところで再度売りに転じた、ね、移動平均線よりか下側で平均足のチャートがトレンド転換したタイミングこれで、ね、きっちりとショートを組んで いただくということがね利益につながると思いますので参考にしていただければと思います。もう少し長い目線で、えー、日足の方も見ていきましょう。 はい冷やしご覧いただきますとこちらがね約8ヶ月間ほどの、えー、チャートというところになっております、まあ、コロナウイルス感染拡大前はですね一旦はフェイクが入りまして110円の上限を上抜けてね112円まで上がるという場面がありましたがそこからまさかの10ピップ、えー、0ピップ装置ですね10円落ちというところでね102円を割り込む場面もありました、えー、ただその後はねドルの供給不足というところでドルがね一回買い戻されてほぼ全戻しというね、えー、激しい動きを した後にですね FRB の金融緩和の発表を受けまして、えー、徐々に徐々に今ドル安の方が、えー、続いているというところでございます、えー、そしてね、えー、ここ元は、えー、7月に入ってから、えー、大きな動きがなかったんですが今回のね米中関係の悪化というところによりまして106円今までのこのサポートラインありますよね 106円を割り込んでしまいますと、ちょっとね、えー、ここ見ていただくと真空地帯なので、えー、結構ね、えー、走りやすくなってしまうかなというところでございます。したがってですね、この106円、一旦はサポートが入るというのは、過去のね、こちらが5月、そして6月でね、サポートがありますので、まあ、ここでね、入るのはやむを得ないかなというところでございますが、4時間足ベース戻していただきますと、この移動平均線よりかね、下側で先ほどからお話しした通り、陽線から陰線になって、 再度1 0 6円を割り込んでしまった場合はですね、えー、さらに下落が続いていくところが想定できるというところでございますのでね、えー、このまま下がっていきますと移動平均線がね横ばいから右下下がりになってしまうそうなりますとね、えー、下落トレンドということで、えー、基本的にはこの移動平均線の下側で平均足のチャートが位置するという状況になりますので、えー、しばらくはね下げ続けてしまうその時の、えー、サポートラインは、えー、実は、えー、106円を割り込んでしまいますと明確なサポートラインがないというこで ところでね105円、104円というのはね明確に106円を割り込めば出てくる可能性は見ておいた方がよろしいかなという状況でございます。はい、テクニカルの分析はね、まあ、以上ということで引き続きショート目線で攻めていただくというところでございますがなぜねショート目線を攻めていくかというところでございますが、まあ、こういったテクニカル分析もしっかりですしあとは、ね、いつも見ておりますポジション情報の方もご覧いただければと思いますのでこちらご覧いただけますでしょうか。 ガイタメドットコムさんの、えー、こちらがね、ベ、えー、ドル円のポジション比率情報というところでございます。えー、こちら、えー、1日ごとのね、えー、これ棒グラフになっておりまして、えー、こちら、オレンジの上側のねチャートが、えー、ロングポジション、今まだ決済をしていないロングポジションでございます。えー、そして下側のね、えー、ブルーのところが、えー、ショートポジション、まだ未決済分のショートポジションというところでございまして、まあ、少し前まではですね、えー、だいたい半々から、えー、6、4ぐらいですかね、の割合で、えーこれ のあたりですね。ロングとショート、えー、ショート。 ショートががが4のロングが6というようよな形がありました、えー、ただね、えー、ここに来まして、アメリカドルが非常に下がったことを受けて、急にね、最終日、金曜日のところで、えー、ロングがね77%、そして、えー、ショートが23%ということで、かなりのロングがね、えー、入り込んできたというところでございます。こうなりますとね、えー、この、えー、中途半端に入ってきたロングをね、刈り取るべくですね、えー、要は下に仕掛けてくるケースが非常に高いということでございますので、まあ、こういうことを考えますと、えー のね大多数の人が損するように多く、そうなればね新たにロングで入ってきたところが、ね、焼き尽くされるまではしっかりとね下落が続いてしまうんじゃないかなというところをね読み取る形になりますので、この辺りね、100 5円100、まあ、まずは106円を割り込む、そして105円、104円ぐらいまで、ねえー、耐えれることができればいいんですけど、入れレ入っている人たちを、ねえー、借り取るために、今77%のロンガーの、ねまあ、ー少しは借り取るために、ですね下方向に行くんじゃないかというところがね、ねやっぱり大口の動きとしてはございますので、まあ、その大口の動きで逆らわずに、しっかりとショートで攻めていくというところでね、ね、まあ、少数派が勝つというところがね、ね大口がどちらに回っているかというところもございますが、今回ね、えー、まあやっぱり。 下がったということで、個人投資家がロングにね入ってきていると、あくまでもまあ推測ではございますが、思われるますので、そういったね、中途半端なロンガーさんたちが狩られるまではですね、下落が止まらないんじゃないかなと、個人的には思っておりますので、そういったところをね、大きく下がったところまではですね、ショート目線で攻めていただくという形でよろしいかと思いますし、あとね、毎日先進国通貨としまして、米ドル円の方は解説をしていますので、またそちらの方の動画もね、ご覧いただければというところでございます。 はいえー、以上でね、ベドル円の、えー、動きとね、今後の見通しのお話をさせていただきました。 今回の動画が少しでも参考になったという方いらっしゃればですね、いいねボタンやチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あとね、月末まではツイッターの方で推奨トレードのポイントということでね、先進国通貨の具体的な、ね、数字を出して、このポイントでポジションを取ってはどうでしょうかというね、配信をしておりますので、よろしければツイッターの登録もね概要欄に貼っておりますので、よろしくお願いいたします。今回は以上です。今週も1週間で、ね、4連休まだまだ続きますが、お仕事でトレードお疲れ様でございました。そしてね、来週月曜日から えまたね頑張ってトレードしていきましょう。バイバイイ